はい、おはようさん、こんにちは、こんばんは、アラフィフでございます。ボーダーランズ GOTY 続きをやっていきます。パソコン版ですね。前回の続きになってますんで、武器そのまままだ何も撃ってない状況やから、まずその辺から撃っていくところからやっていこうと思います。ベリースローヘルス一、ちょっと待ってよ、この辺はいらないね。はい、クラスモッド、チームはもうこれは俺のやつじゃねえし、打って、まあこの辺もいらんだろう。んこれは、あ、ベリースローヘルスね、さっきのね。白地は売る、で青地ももう打っていいわ。RPG 使わんからね。RPG も売るわな、こんなんな。これ家計4やから置いてある。で、これは一応 HX から置いてる。これはもうええかな、3は。もうええや。AR120、まあまあ置いておこうか。ディバイアさん使わないんだよね、俺ね。ちょっと整理しちゃえ、もう打っちゃえ。かけ4。これ HX か。で、かけ2。これ火で。これはもういらんかな。はい。だいぶ整理したね。はい。そしたらちょっと武器マラをやってこうかな。ちょっと走る向きが違うけども、さっきもこっちから行こう。で、よいしょ。まだやね。多分クラップトラップに追ってからかな、オールドヘイブンのな、次行くとこになるけども。これはちょっと、ガールズパワークリック、クイックシルバーダメージと、この辺はいいでしょう。いいね。逆回りになってるね。つい間違うね。なかなか出ねえよ、ほんまに。よしって、これはお金で OK な。で、次は向こう、あ、こっちが空いてるぞ。はい、強そうやけど、まあいいか。はい。まあ、まずこっちでいいかな。よし。OK。はい。ニューヘブンほんまに出えへんようになったな。まともな武器が。お金やね、まずね。よし、次でラストかな。で、この後アンダードームに売りに行こうか。アンダードームで売ったらええわな。よし、アンダードームに行きましょう。はい。で、その後ね、クエストね、やっていこうと思います。
アンダードームですね。何かある？いらないね。はい、そしたらバーニングスナイパーかっこいいな。でもそうそうそう、これ比較やな。ウィービーのモッドと確認してみ ましょうかね。ウィービーモッドとこれな。はあ、はあ、リチャージレート、ウィービー、これやったらまだウィービーでいいかな。で行こう、売っちゃいます。オッケー。いやーね、でサイレン、イグナイト、ディーバイグナイト、ほい、SMG クイックシルバーハイベロシティガールズパワー、これも違う。 OK ね。さあ、ほんで今日は、今回は何をしてこうかっつうとやね、あ、ダールヘッドランだよな。ジェイナスをやらなあかんのかな、先に。これもやらなあかんのかな、そろそろな。置いといてもいいけどね。そしたら、ダールヘッドランド、ファイアースカーグバリス、レイチアンダードロストケイブ、ラッキーズラストチャンス、ウォータリングホール、ここか、ここやな。確か結構敵がいっぱいもう増えとるんじゃなかったかな。まあええけどな。スポーンビーグル、ビークルの、ロケットランチャー、これも取るね。オッケー、行こう。こちらの端の方、果ての方やね。もうこの段階で取っといてええと思うな。あまり、あ、間違えた、降りてしまった。ちゃうって。Where you going? 何すんねんこいつは。こうか。操作忘れてやんな。ここや。この一番端。入って。どこから撃ってきてやがんじゃ。オッケーね。ここの、ここや、ここやね。そのままジャンプで降りてもよかったけども怖いわな。でここ、はい、開いた、落ちたら普通に死ぬしね。赤箱やな、ええな。お、どや、おお、紫やな。スナイパー、ああ、ショットガン、強そうではある。はい。で、こんなもん。これか。で、ショットガンが、紫やったやろ？これか。
これやな。あーどうだろうこれ。いいんやろうか。まあリロード的には、うん、連射はいまいちやけど、まあまあちゅうとこか。でスナイパーがどっちじゃ、あこれか下か。ファイヤーレートはちょっと低め、リロードもちょっと遅め、威力は高いっていう感じか。まあまあちょっと使ってみてもええかな。 OK、 ほなまあ行こうかい。どっから帰ろうかな。普通に帰ろうかな。ラッキーズなんちゃらホール。敵がおるような気がするけども、ここやね。オッケー。ちょっと待って、おっさん生きとるな。ろくなもんないんだわもうな。こんなんだわな、うん、こんなんだわね。へえ、この辺は いらないね。ほい、これもやね。オッケー。まあまあ持ってたらええやろ。でこれをやらなあかんのかも。これになるんかな。その前にちょっといっぺんニューヘイブンに飛んで、ニューヘイブンでまあ、うん、クエストがあるんやったら、右上の方にクラップトラップがちょろちょろっと出てきてね、なんかごちゃ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 しゃべるから、クエストは多分これしかないということでね。まあまあまあ、ここもまあかそんなもん言わんわな。バウンティーボードもなしやろう。もうテーラーコブス飛ぶ、テーラーコブか、テーラーコップをやってしまうのはしゃあないようなところになるね。 OK、 ほんだら行くか。ミドルノーウェアかな。ミドルノーウェアへゴー。ジェイニスタウンですな。あそこ今度は前に助け、依頼を受けたテイラー、弟か兄貴がちょっと分からへんねんけど、そいつが、今度支配しとると。タニスが何か言うとんのか。タニスは怪しいよって言ってんのかな。ここも何もないし、買いたいところではあるけども、こんなに増やしてもしゃあないしな。まあいいか、サブマシンガンばっかりね。モッド、ティームクールダウン、フェニックス、ガールズパワー、ティームシールドレジストレーション、うん、 SMG ダメージ、クイックシルバースキル、ほいっという感じやな。よっしゃ、まあまあやりに行こう。よし、オッケー、レッツゴー。
とこっちやぞ。いやースピード上げちゃう。でこっちに上がってと、で橋渡って、ここやねんか。まずはスパイダーアントがたくさんターンと出てくる場所のように思うな。どうなる？うん、違うしね。ガールズパワー、ハイベロシティ、クイックシルバー、SMG、ティームクールダウン、ガールパワー、イグナイト、フェニックス、いらないど。出てくる？出てこない？出てこないならいいよ。あ、出てきたね。お。おいで。おい。あ、燃える燃える。オッケー。いて、痛いですよ。痛いですよ。以上かな？いいね。よっしゃ。オッケー、行くぞー。まずは、あ、ここ無理。ほーら、ここにタレットがあるぞ。痛い痛い。タレットだらけ。行こう。もう一個が。オッケー。ちょい。もうちょい。当たれ。なんか掘ってきとるな下。どこにおる？あいつか。ちょい。結構硬いね。避けるなよお前。オッケー。ブレインショット決まり。ここに歩いとんのがおるな。当たらんよな、あんまりな。掘ってきやがってこの野郎。落とされたし、これまず。やばいやばい。落とされるとやばいじゃんか。OK。で、撃たれてる撃たれてる。そこか。OK。前に来た時よりだいぶ大変なのよ、ここはね。そしたらこれイコライザーやからな。もうこれでいこう。セイバーな。
あ、武器箱、武器箱。あちゃこちゃ散ら、ね、場所変わって散らばるからややこしいね。前と配置が変わるからね、ここね。おお。で、この裏手の方に回れば敵がまたいっぱいおるように思うので、大丈夫、いらんね。裏手側からちょっと行こうかな。ここ出てくんのやったか。で、ほうほう、ヘルスか。安心のヘルス。これ出てくるん違ったか。オッケー。で、もう周りからね、掃討していく方がええんでね、周りの敵をまず倒していきたいかなと。OK な。弾はいただきます。OK、なんかいらん銃来たけど、まあええわ。はい、OK な。次こっち側の方から、これがね、ここの入り口ね、正規の入り口になると思うね。端っちょの方に行ってみようかね。こっちのね、逆のね、できないね。いたいた、出てきた。どこから。オッケー。シェイ。オッケー。大丈夫？オッケーね。オッケー。上は？いない？狙えないな。こっからこっから狙えたらよかったけどな。タレットはあるからな。火剣音にするか。回復を待って、いやー、どうやろうな。とりあえずセーバーで戦った方がいいか。ここにタレットが来るのがね、かなんのよね。ケイ、後ろから急に襲うのはやめろ。入ると上にタレットがわーっと出てくるからな。ここまでコント上がるのかな。来た。1つ目 OK な。2つ目のタレット行って行って、ベテラン野郎め、痛いわ。タレットやった。これで大丈夫。こいつ
OK ね。よっしゃ。てすげえの持っとるからね、あいつ。この野郎。OK。弾減った半分になった。Wonderful. Now, do your best to prepare yourself for what's ahead. 持てるね。持てた。OK。で、この上に何や、一応グレネードモッドもあって、取る気になりゃ取れるけども、まあええでしょう。まずはここの武器を取って。OK ね。で、ここの武器をいただいて。OK、ろくなもんじゃない。いけた。クラップトラップとシャベルやな。もうこんなとこ用はねえわ。大した武器も落ちてへんし。あそこの、ヘビメタなクラップトラップ、この先のね。とどこやったっけ、ここやったっけ。これがいいかな、コスト的にはな。弾減らへんし、失敗。どこかな、この先のクラップトラップに喋って開けてもらうということやで、でございますな。し、何も取れまへんわ。 OK ね。お金だけこっちか。ここにすごく言葉の汚いクラップトラップがおりますね。もともとクラップトラップはね、言葉汚いんだけどね。Master, I have two options. I can listen to you move your disgusting meat flaps, or I can stick an electrode up my back panel and call it paradise. I will comply with what you need. Then get out of my scan range. Prepare yourself. OK、トラッシュコーストが開いた。It might seem insurmountable, but you can do this.これで OK か。アナザーピース。よし。これで、レベルアップしてら。ほいっと。ミッション。ミドルノーウェアでミッション開いたよと言うてますね。ちょっと帰りますわな。車。ボルトハン、新しいジョブ、仕事があるぜと。こんな向こうまで行かんでもいいよな。こっちやな。これ引っかかんね、結構な、気ぃつけな。ここね。よし。で、ややこしい道になってしまった。ミドルノーウェアに一回戻って、
仕事を受けてやね。ここすな。オッケー。仕事。おいおい、これね。バイト&スイッチ、ミドルノーウェア、バウンティーボード。これ、クトーザク、あ、クイーン、あーはーはー、スパイダーアント。はいはい。ハウスハンティング、トラッシュコーストできるブリーダーを倒せ。はいはいはい。というのが出たということで、いらんもんは売っておくということでね。ロースターね、これ強いのは強いからな。ロースターはさすがにちょっと置いとこうかな。この辺は 1X やけど、まあいっか。いらんな。いらん。OK ですわ。まあ、とりえ、なんかあるぞ。ショック。これいらんな。OK ですわ。はいはい。と。おっと、割とっていうかアトラスやな。ちょっと欲しいかも。どうする？買っとく？買っとこか。買っといた。まあイコライザーもあるから。イコライザーもあるから弾は回復する。からね、ちゃうね。どこや。これか。これやな。あ、リロードは若干遅いけど、ファイアレートは早いという感じじゃない。オッケー。威力は高い。ズームも効く。あ、結構効くな。ニューヘイブンちょっと行ってみようかな。ニューヘイブンでもう出てないの、どうなの。誰かなんか言わないか。言わないね。スクーターのさんも何もないかな。お、クラックトラップ言ってるな。クレイジー R か。クレイジー R がなんか呼んどんねんな。ちょっと行ってくろう。っていうことは、どこや。ここやね。スクラップヤード。よっしゃ。ここで、クエストが多分あるはず。途中の道が結構。惜しいのがたくさん出てくるんやけど。硬いんですよ。え、後ろどこ。おお、でオッケー。おお。オッケー。威力は確かにあるかな。ちょっといっぺん。まあまあ、使えるレベルではありますね。アトラス。あまりないですよね、アトラスね。よし。ベストフレンド。はあ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 。助けてこいとな。はいはいはい。オッケーね。スカグというスカグね、ここにおるこのスカグやけど、今倒したそれペットやね、こいつのペットみたいなやと思う。よくわからんけど、それを助けてきてくれというようなクエストやったと思います。ちょっとニューヘイブン
戻って。で。受けたのは全部トラッシュコースト、新しく開いたところのクエストにはなってるんやけどもね。こちら開いたかな、開いてるの分からへんね、いつ開くのかが分からへんねな、これな、忘れてるからな俺もな、なんかもう逃してるような気もするけどもな、逃してたらごめんね。前の動画を見たらね、ここも開いてるところが映ってるんで、よろしかったらそっちも見てやってね古い動画やけどね、 Xbox 360版でやった動画がねありますからね。もう閉まっとるな、はい。というわけでやね、次がこれか、アナザーピース、これのあるうちやと思うんやけどな。アナザーピースが開いたらこの辺が開くはずなんやけどな。開いた、 OK、 いけたわ。ああ開いて、やべえ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 、うい、怖い怖い怖い、えぐい、出てくる敵がえぐいです。えぐいわそんなもんがいっぱい出たら大変じゃい。エレベーターから一瞬降りられへんかったっちゅう、ね、久しぶりやから。あ、なんか来たぞ。ここはね、武器がたくさんねあるんでね、武器はあるんやけど、ろくなもんがない場合の方が多いんですけどね、やっぱりね。お金もまあそこそこねあるからね。このアナザーピースっていうクエストが開いてる時しかここが開かないんだよな、確かな。で、ほい、これがレア武器ですわ、ライダー。絶対役に立たへんけどね役に立ったことは一回もないからね、ライダーは。ただのコレクションアイテム、ちょっと迷惑なコレクションアイテム。いった、こんなもんか。こんなもんかね。よっしゃ、んで戻るんやけども、これ大変、戻り方も大変やね、どう向きがあるからね。あいた、乗らな、あー危ねえ危ねえ降りてこい。降りてきいひん、降りてきた、ほい、走っちょ、どうなってんねん。どこが、方向が分からへんぞ。よし、こうか、これでこうやな、 OK、 出てきた。はい、これでちょっといらんもんを全部売っ払って、ライダーももうここ来たらまた取れるっちゅうのもあるんで、まあまあいらない武器やから売りますけどね、今回はね。
どれを売るんやったっけ。この辺でロースターを残しとくやろ。 PPZ リキッドラッス、多分強いから置いといたらいいか。これライダー売る。この辺売る。よし、売る売るとという感じやね。はい、今回はここまでにしておきたいかなと思います。まあまあやっとこさ、一つ変なとこ開きましたけどもね。次はトラッシュコースト、これが一応ねメインになりますけども、メインじゃないところ一応選択しとこうか。はい、メインはまあこれらをやった最後に行きますわ多分。先にこの3つをこなします。その予定、というわけで、今回はここまで。どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。バイバーイ。